ではでは、今日乗ってきたマウンテンバイクをご紹介します。ジャイアントのロック2013年モデル。2013年モデルロックが29インチですね。29インチの親父のをパクってきました、うん、今日私お借りしました基本全部シートポストからフレームからハンドルステムアルミ、全部アルミです。アルミ素材、全部アルミです。なるほど何かカスタムしてるとこといえば、カスタム全部っすね。フレーム以外、フレーム以外全部組んだんすか。フレーム以外全部組み直しました。シマのデオレ、デオレと、おすごい刃が 42T ですね。 42T でワイヤーのディスク、 TRP のスパイクっていうワイヤー式のマウンテンバイク用のディスクブレーキ、はい、めちゃ効きます。でペダル、いいやつですね。シマノの SPD のデオレ XT です。デオレ XT、 片面が SPD で片面フラット、反射板付きなので街乗りでも、街乗りでもちょっと今乗った後なんでねタイヤは、タイヤはマーキシス、反対側にロゴありますね。マーキシス、マーキシスの、なんて読むのかよアーデントわかんない、チューブレス対応ですけど、今はあえてクリンチャーですめっちゃ走りやすいですね。あとハンドル幅とか、なんかハンドルはだいたい切ったやつですか。ちょっと切りました。広さ80センチぐらいあったので、ね、はいはい、ちょっと切りました。60センチほぼぴったりで合わせてます。道路交通法にのっとって道路交通法にのっとって60ですねすごい乗りやすかったですけどね。サドルも柔らかくて、サドルはこれはアマゾンのよくわからないメーカーあでもこれ良かった。このサドル乗り心地はかなりです。2200円ぐらい安かった。いいっすね、2200円で。でこれがあのサスペンションロックする、これでロック解除。サスペンションは SR サンツァーのエピクソンっていうモデルになります。エピクソン、なんていうのかな。ここもカスタムですか。そうです、そこも変えました、サスペンションも変えました。エアサスです。エアサス、もともとは29ですけど、まあ、27.5 インチ、うん、ちょっとちっちゃくしました。でもマウンテン選びのね、参考にはなりましたね、今日乗ってみていいですね、これはいいですね、やっぱ今は廃盤です、うん、で続きましてこれがメインバイクですねメインバイク、メリダのビッグナイン7000、2016年モデル確か。いいっすね、グレーと赤と黒で統一されていて、カーボンですね。カーボンフレームです。カーボンフレームで、ちょっと綺麗です。訳ありのカーボンフレームですシートポストはこれあれですか、メリダのやつじゃないですよね。いや、中華カーボンです。これ中華カーボンです。どこぞのメーカーです。サドルはあれですね、モントレガーのトリプル X のファラなんとかですね、確か読めなくなっちゃいました。使いすぎました。でカーボンレールのやつ、メインコンポはデオレ XT、 デオレ XT、 チェーンリングはリディアの楕円です。リディアの楕円ですね。ここメリダってここなんかマウンテン、そうですね、チェーン落ちちゃった時にフレームに傷がいかないようにするためのプレートですね。へー。で、カーボンドライって書いてある。カーボンドライってなんか補修したんですか補修フレームです。補修フレームですか、はい、XT、波数は11の40。次タイヤいきますか。タイヤいきますか。コンチネンタルって書いてありますね。タイヤはコンチネンタルのトレイルキングですね。29×2.4インチ。そこですね。書いてありますね。ホイールはアルミですか。ホイールはフルクラムの、はい、アルミのレッドパワーっていうです、ね。なるほど。カーボンは怖いです。めっちゃ統一感ありますね。ホイールもこれ完成車の状態で、完成車でついてたやつですか。フルクラムが、ホイールは完成で、タイヤは変えました。タイヤとステムとグリップは変えました。ハンドル周り行きましょう。ここはステムは TNI、 水平のステムです。アルミですね。アルミです。ヘッドキャップはクリスキング、うん、ちょっと気取ってますカットしてますか。ここコラムは切りました、うん、ここだけ、はい、綺麗になってますね。つら1です。つら1じゃないか。さっきの、ジャイアントより長いですね。ちょっとだけ長い。これで
80は、70あるかなぐらいですね。あんまり公道は走らんです。なるほど、これは公道はあんま走らんね。走らん。デオレ XT、 XT 油圧ディスクブレーキです。油圧です。アワイヤーで、じゃあ油圧、油圧軽いです。で3代目シクロクロス、シクロクロスです。まさか。今日はね、あの私のレヴォーグに3台乗せてきました。無事、なんともなかったですよね。普通に乗りました、ね、全然、あと1台乗せれますね。で、まあ、これでレース出るんですよね。レース出ます。シクロクロス、シクロクロス、東海シクロ、はい、これはジャイアントの、はい、なんていうんですか、 TCX1 の2009年モデル。2009年、めっちゃ古い。10年前の10年前のモデルです。まあ、アルミなんですよね。フルアルミです、うん。ワイヤー上から出てるんだ。そうですね、泥詰まり、 泥とかで動かなくなっちゃわないように。シクロってこんな感じが多いんですか。シクロワイヤー、あの油圧ディスクじゃない V ブレーキとか感知ブレーキとかのシクロは上からブレーキ通ってるのが多いです。なるほどね、はい、本当だ、全部上なんだ。フレーム内蔵とかはあんまないですね。ないですね、まあ、この時期はあんまり2009年モデルなのであんまりしてないです。内蔵はないです、ね、基本的に。なるほど。シートポストもカーボンですね。これは純正です、そのまま。特殊な、なんか特殊な系だったのであんまりないんですよ、うん、確か何ミリか忘れました、うん。サドルはプロロゴの、プロロゴ、はい、X10。 結構硬いです、ね、硬いですね、確かに。ちょいちょい硬い。で、シクロクロスということで、あれですね、担ぎやすいように。そうですね、なってるのかな。なってるんですか。でもなんかちょっと平べったいというか。そうですね、そこが肩に優しい。ここが、うん。よし、じゃあコンポ行きましょうか。コンポはリアから行きますか。リアの違うんでね。アルテグラとか。アルテグラ RX っていう。RX ですね。RX805 っていう、まあグラベルとかシクロとか用のチェーンスタビライザーがついてるモデルです。今ってこれって、あの一般、あの8000、これ8000じゃない。そうですね、8000系統ですけど805っていう型番がついてます。うーん、なるほどね。後ろのスプロケは推奨外ですけど11-40ポン付けで、ポン付けいけました。まあ調整はちゃんとしてありますね、そこはね、はい、タイヤはグラベルキングの SK です。 SK の20?30?32 ですね。32ですね。ちょっとチューブレス対応のグラベルキングです、うん、というかシクロは V ブレーキなんですね。昔はこんなんですね。 V ブレーキか感知ブレーキが多いですね。うーん、 TRP の CX9 っていうブレーキ。なるほど、ね、8.4 ですね、うんうんうん。でクランクがこれ、3台前のデュラエースデュラエース、はい、本当は7000ですね、7900。で島の両面の、ね、SPD がついてますね。チェーンリングはローターの Q リングスです。これは Q リングス、インナーだけポン付けしました、うん、ポン付け加工してないですか。あのシングル用のボルトで止めてます。あ、まあ、ディレラじゃないね、これは。だからチェーン落ちないように、落ちないようにこう挟んでてね。そうです、ちょっと加工しましたけど、削ったりとかしました。削って、削ってます。ちょっと削ります。なんかでもちょっと削ります。確かに確かに、さすがにね。丸5なんですね。105 STI 余ってるやつをとりあえずR7000 105問題なく動きますね。フロントシングルなんで。で、サイコンが IGP スポーツのなんか IGS618 だったね、確か。中華サイコン15000ぐらいですね。だいぶ安い。ここはアルミですね、ステムと。その辺は。ちなみにシクロクラスのバイクってハンドルの幅ってどんなんですか。うん、広い方がいいとか。ちょい広めの方がやっぱオフロード走る、うん、安定するっていう。そうですね、420ですね。420ですね、はい、うん。ちょっと広い。ちょっとだけ、僕的にはちょっと広いです、ね。なるほど。まあこういうシクロクロスもこのゴンゾーパークでしたっけ。はい、で走れるということで、こうね、ちょっと今雨降ってきたんですけど。オフロードの走行に耐えうる車体だったら何でも基本的にはオフロードです、うんうん。いやもう本当今日は貸し切りみたいなもんですよ。もう平日なんでね。はい、ありがとうございました。